後方からは7番の相沢も上がってくる。相沢が2番手の外まで車を上げてきました。残り600の鐘。7番の相沢が一旦飛び出しました。1番の市川は下がって3番手を狙います。その外には5番の大内も続いている。大内がすかさず前に仕掛けて7番の相沢も踏んでいく。4コーナーからホームストレッチ、間もなく残りが1周。5番の大内の主導権、2番手2番の関、3番手に7番の相沢が収まる形になって、この後ろには3番大川ら、5番手には1番の市川です。縦一列長く伸びてバックストレッチ。5番の大内が逃げている。2番手は2番の関。3番手少し離れた7番の相沢、前と差が詰まってくるか。1番の市川が4番手に上がって前を追う。4コーナーから直線。5番の大内が先頭。2番手から2番の関がかわしていきます。ゴールイン。2着には5番の大内。3着はどうか。